これは初回秋山からの三振、フォークで三振に仕留めました。そしてデストラーデ、これもフォークですよね、加計さん。全てフォークじゃないですか、三振。はい、そして羽生田、さらに大宮、かなり清原が痛そうにしておりましたが、さあこの清原と今日2度目の対決。一丁田さん、はい、三塁側初球がカーブで入ることが多くなってますね。はい、そうですね。さあ2エンド1から何を投げるか。ストレートできました。試合開始前、練習の時の方が少し強い風が吹いていたような気がするんですが、緩やかに右から左への風です。さあ、クーナッシング。僕はもうフォークでいくと思いますけどね。そうですか。110キロ台。ストレート、ストレート、口ぶりに変わってきたんですけどね。一丁田さん、はい、決してまっすぐは見せ玉というような考え方のピッチングの組み立てしてほしくないんですね。今日見る限りやはりストレート下のピッチングをしてますから、なんかすごく安心してるんですけどね。さあ久々の三振きました。